マルフィンドーオを詳しゼーヘラールは、オランダアムステルダム出身のプロサッカー選手。ウディネーゼカルチョ所属。ポジションは DF。アヤックスアムステルダムの下部組織出身。2008年11月の KNVB カップ、A、FC、フォレンダムで途中出場し、デビューを飾った。2011年1月、同じエールディビジの SBV エクセルシオールに、レンタル移籍 すぐにレギュラーをつかみ、チームを広角の危機から救った。夏の遺跡市場で、RCD s パニオールに遺跡、4年契約を結んだ。しかし B チームでの出場のみで、トップチームでの出番はなかった。2012年、トルコのエラズースポルに遺跡。2013年9月、チャンピオンシップのブラックプール FC にレンタルで加入。2014年夏、 プリメーラリーガのリオアベフシーに移籍。2015年11月、スポルティング CP に40万ユーロで移籍、3年半契約を結んだ。2017年8月、ワトホード FC に移籍。2019年1月、ウディネーゼカルチョにレンタル移籍。2020年1月24日に完全移籍が決まった2016年11月、26歳で、 オランダ代表に初招集された。ありがとうございます。